いろいろまあ昨今ですけどもね、はい、動きがあるようでございまして、その都度また皆さん方からお便りもいただいておるようでございます、うん、こちらの方、畳さんからいただいております。今日も国会では安保法制の特別委員会が行われていましたが、気になることがあります。与党内閣の大臣がもはや我が国だけでは国が守れないと発言することです。いやいや、公の場で発言することですかね。技術的にも難しいこともあるでしょうが、それでも自分たちの国は自分たちで守れるようにするのが国会議員の仕事のはずです。本来ならそのための安保法案であるべきです。あの世というのがあるならば、幕末の志士の皆さんが情けなくて泣いていると思います、というね、このあたりのところもやっぱり非常に意見がね、分かれるところで、はい、自分の国は自分で守るんだというところで、じゃあ手段としてどうしたらいいんだろうと、まあ、いうことでしょうね、うんうん。それからと、こちらの方、おっぱい枕さんからいただいております。自衛隊の派遣地域はホルムズ海峡だけだと言っていたはずなのに、重要影響事態が中東やインド洋でも発生した場合、アメリカ軍などへの後方支援を行うことはあり得るに変わってきました、これでは退職停止が奥様の出向くところへは必ずついていく、濡れ落ち葉のごとくアメリカ軍の出向くところへはついていきますよと聞こえているんですけども、というお便りもいただいておりますがね、うんうん、具体的なその原則なん、正しい文言なんだと、原則的にはまあやらないっていう、まあ、大前提があるっていうことはもう いつも安倍さんは言ってるんだけれども、うん、具体的に野党からこういう場合はこういう場合はっていう話になってきた時に、いやそれは、うん、例外である的なことであったりとかっていう、その、だからちょっとずつこれも、あ、これも OK なの、あれも OK なのっていうようなことが最近言われ出してますよね。そういうことですよね、うん、ホルム海峡に関して言ってもですね、これはある、その掃海作業という、掃海行為というのは、はい、戦闘行為ではないので、うん、というようなことも一時ずっと言われてましたですけども、うん、よく考えればですね、ホルムズ海峡に機雷を設置するということは、完全なるいわゆるそのイランが対アメリカに対してですね、まあ、はい、例えばの話ですが、イランが対アメリカに対してというのは、今ね、アメリカはイランに対して経済制裁を行っているわけですよね、はい、それに対してですね、まあ、そこから戦争が起こった時に嫌いまくぞっていうのは、イランがやる最大のですね、うん、戦闘行為なわけです、はい、はい、言ってみれば、はい、でそれを除去するという作業は、あれ、嫌いでこうずっと除去するっていうのはなんか穏やかに見えますけども、はい、別の観点から言えば、イランがミサイル台を作ってるところ、ミサイル台を片付けに行くみたいな作業ですよね。うん、でも攻撃させませんよということであるので、完全なるその、イランのやってる戦闘行為に対して真っ向から邪魔してるわけですよね。邪魔しに行く行為ですから、それをイランが黙ってですね、ああ、それは戦闘行為じゃないですよとは絶対言わないと。向こうからすれば戦闘行為に見えますよね。なわけですよね。うん、ただ、やっぱりある人が言ってましたけども、もし嫌いが、まぁ、ちょっと今、ホルムズ海峡から今、本当は実は広がってますよっていうのがあるんですが、まぁ、ちょっと、ホルムズ海峡だけで言わしてもらうならば、ホルムズ海峡に嫌いもし巻かれたとしたら、はい、本当はね、いろんなことからするとですね、あれもオマーンの対岸ですよね、イラン、ホルムズ海峡。あそこにですね、嫌いを敷設するということは、とって、イランにとっても首絞めることなんですよ。あ、そう。はい。だって、イランもあそこからいろんなものをやってるわけで、はい、あそこは日本の 80% の、石油があそこを通りますよと、はい。あそこが閉鎖されたら日本の国が成り立ちなっていきますよ。ですから、今回の、いわゆるその、新安保法案で日本が何か行動を起こすときには、日本国そのものが成り立たなくなっていくときに、うん、該当すると、ま、言ってる 80% の原因あそこを通るわけですからね。うん、はい、で、これも実はいろいろパイプラインが、あそこのホルムズ海峡を、迂回してやるような話いっぱいあるんで、はい、実は 80% の原因があそこで通らなくなってしまうということではないらしいんですが、まあ、そのまま 80% としてもですね、うん、あそこで
嫌いを伏せすることはイランも首絞めることになるわけです、うん、はい。だからところが日本とイランというのは昔から仲良しなんですよ、はい、あの思い出してみればわかるんですが、昔ね、今何十年前にね、あのね、やっぱりイランのね、はい、いわゆるあそこの 古代のね遺跡展とかなんかいろいろやったんです、はい、あれはやっぱりね、うん、日本とイランの国のあの親密さみたいなのがあって、はい、あの他のあれも犯してまでもイランから石油買ってた日本ですから、うん、イランはとっても日本のことはねよく思ってる国なんですよ、はい、ですからあそこでもし嫌いが撒かれたとしたら、うん、総会作業というのはアメリカ軍に言われてやる総会作業というのはこれは敵対行為です、はい、だけども戦争がもし終結した時に、うん、イランから頼まれてくる総会作業はまたものすごい親密な関係になります、うんうん、イランも実は困っていることですから、はい、はい、困ってしょうがないことを、あの、日本があそこを総会することによって、またイランの経済的な復興の援助になるということですから、はい、アメリカ軍に言われてやる総会作業と、イランによって総会作業とは、まるって違います、うん。はい。あそこに巻かれた時にやるのは日本はただ一つです。イランに頼まれて、もうちょっと戦争終わったから総会やってくれへんかと言った時は、また親密な関係になれるという非常に微妙なところなんですよね、あの、ホルムズ海峡で。でも、それだけではなくて、中東やらインド洋、そちらの方でのも、含めますよということになってくる。アメリカが、例えばね、アメリカが攻撃された場合、日本に対してはそれが同じように標的になってるかどうか、それが分からないっていう場合でも、もうアメリカが攻撃されちゃった場合はもう集団的自衛権の適用範囲内かなみたいなことも、ちょっとこう、今言ってるわけです、ね、はいはい。なんか、また凱旋性っていう言葉を使って。小高さん、えらい、感心してましたね。いい言葉を探しましたね。まあ、あれって偶然も全部含めた可能性っていうことでしょ、はい、で、それが日本の中で、やっぱりこれは日本にとって、あの、危ないんだってことを判断すれば、うん、適用範囲になるみたいなことを言ってるわけですよ。はいはい、偶然も含めて。はい。ねえ、だからどんどん範囲が広がってるなって感じがしますけれどね。いろいろとね、ね、うん、まだいっぱいお便りそのことについてはいただいてましたですけれども、はい。はい、あの、それぞれの、あの、ケースみたいなのいっぱい出てきましたですね。うん、はい。